1982年度に撮影された国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成写真家から左上へと斜めに伸びる道路は東名高速道路写真家から右へと斜めに伸びる道路は国道19号連絡する国道19号も立体交差としたダブルトランペット型である春日インターチェンジは 愛知県春日井市大泉寺町にある、東名高速道路のインターチェンジである。国道19号と連絡する目的で整備された、インターチェンジである。上下線の出入交通量を推計した結果、小牧方面との出入りは、直線上に名古屋方面との出入りは、ループ式となっている。ランプウェイの設計速度は、時速40キロメートルである。インターチェンジ内に、 カスガイバスストップを併設していたが廃止された。また小牧ジャンクションに隣接している。計画当初はダイヤモンド型もしくはシングルトランペット型インターチェンジとして検討されたが、国道19号のバイパス造成が決定され、高蔵寺に大団地が計画されるなど、将来の交通量の増加が見込まれたため、ダブルトランペット型となった。なお、計画当時の国道19号は、 現在の愛知県道508号内津勝川線で、原国道よりも南東側にあった。春日インターチェンジは、当時一部開通のバイパスに設置された。東 IC は、東名高速で計画された7カ所のダブルトランペット型の一つである。付近には、送電灯が乱立することから、インターの設計には大きな制約を受けることになった。東インターが、 カスガイ市街の北東端部に位置するため、インター周辺には商業施設はさほど多くない。国道十九号線名古屋方面側国道十九号線、田嶋方面側透明カスガイバス停とも呼ばれるが二千二十一年現在では、このバス停に停車する高速バスは存在しない。かつては、透明、名神直通バス一往復のみが停車していたが、二千六年十二月十五日に、 廃止された。ありがとうございます。